私も持ってたら4台じゃない。まあ3台十分だよね。はい、一匹目。急に来るじゃないですか。まあ。ああ、泳いでる。泳いでる。うん。結構いるね。これ以上近づくともうバーッと走っちゃうんで、ここで狙わなくちゃいけないんでね。こっちの間に、あら、もうちょっと先だな。入った。おっ、やべ、あれ？みんなバラしちゃいました。ここでも2匹バラしちゃった。あ、全く乗らない。3回バラしちゃった。ここ、もうちょっと上がりますか。おかしいな。あれ、またもバラしてしまいいるんだよ。いるけど、釣らなきゃっていう気持ちが流行るんだよな。しかし釣れねえな。やっと2匹。やっと2匹。バラさないでしなくて。バラさないようにしなくちゃね。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。あと2匹ですね。頑張ってください。大丈夫、あのタカに2匹食べてもらえばそれで OK な。最初の1匹目はどこまで聞いたか。そう、やっぱりね、釣らなきゃって思うとね、釣れないんだよね。そうなんだよね。やらなきゃと思うと、やってやろって。でも全然魚見えないでしょ。見えない。いるんだよ。隠れてるのもいるしね。表に出てるやつもね、人影見てさっと逃げてっちゃうんで。武勇伝やばかでね。あれ、出ないな。ここチャンスタイム。うん、ここチャンスタイムだったんだけど。ここもいてもいいかなと思ったんだけどね。おっしゃー。おっ、いました。3匹目。3匹目、よかった。やった。あと1匹。こんなとこだよ。こんなとこ。今あのラッキーが3個続いてるんで、これがスーパーラッキーであることを祈ってね、はい、あとその先もね、あの緩いとこも
魚ついてくる場所だよね。おお。じゃあ作編ということで行きましょう。よし。大体ね、俺あの昔からね、あのこう激圧を外すんだよね。なかなか確変に行かない。確変行かない。これでポン入れてパンって釣れればもうスーパーラッキー。スーパーラッキー。大概ね、あのいるとこ分かってるんでね。行くよ。はい、そこね。ああ、いいね。一発で。残念。じゃあ最後の U タイムに入ります。チャンスゾーンに突入です。俺が魚だったらいる場所。一筋縄ではいかないな。でも本当に、あ、ちっちゃいの食った。ちっちゃいかなこれ。ちょっと可愛いね。これはちょっと可愛いね。あれ、あー、やっちゃった。今4匹目がかかったにもかかわらず、あと1匹、もうちょっと上がっていい。もうちょっと釣れるまで。そう、本当に釣れない。釣れた。ちっちゃい。ちっちゃいね。ちっちゃいね。ちょっと。ちょっと。でもね、もうこれで4匹は釣、5匹は釣ってるってことか。やらかしてもまあ5匹は釣れてる。ここで最後ね。そこで最後、もう。ここで釣っても釣れなくてもやめる。そこね。ピリッとしたらここ。おっしゃー。おめでとうございます。よかった。あ、外れた。まさかの、まああるあるなんだけどね、網使えばよかったな。命拾いしちゃいましたね。ちょっとそこもね。ダメだ。よし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 。もうネットでネットイン。よかった。もうネットインしました。よかった。よかった。よかった。これでかいね。でかい。よかった。ジャストと言っておきながらどんどん上がっていく姿はパチンコ好きが出てましたよ。とことまで、ね、沼にはまる。やめ時をね、言っちゃうとこうなっちゃうんだよね。でもほら、ちゃんと最後に結果を出すとかね。確かに。終わりよければ全て。終わりよければノルマ達成したので。いるね、魚ね、やっぱり。いや、ということでね、この釣りの動画はこちらにおられます
くまじチャンネルでしたっけ、はい、くまじチャンネルさんの方で上がります。そしてこれからね、焼いて食べるのは、私の海藻日記の方で、上がりますので、皆様ぜひくまじチャンネルをご覧の皆さん、私の海藻日記覗いてみてください。くまじさんがパチンコ台を叩いてガラスを割ってしまったのは何があったのかもその時に聞こうと思います。ぜひチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。自分の動画の締めをお願いします。自分の動画の締め本来私キャッチ&リリースなんですが、はい、今回パトロール隊長タカにイワナの軽魚の命の尊さを味わっていただこうかなと思いまして。あ、最高ですね、はい、これが最初で最後になるかと思いますがいや分からないですね、はいはい、頑張って釣っていただいたものの味噛み締めますんで。そうですね、はい、で今度はタカがこれで釣るとミッションミッションはいミッション行きましょう。